今日の運動も全然ダメな僕だけど見るほど知らずあなたに恋をしました。一大決心7000角字のラブレターだけど手渡す勇気がないのです。ねえ視線がバレバレよ。ねえ用事ならいなさいよ。とてもいい天気ですね。今日も平和でよかったな。どうして震えてるのよ。それに何隠してるの。見せなさいほら。ご覧僕から溢れ出すカリスマのオーラ。ネクタイはもちろんベーベリーの特注さ。何それ聞いたこともない変なブランド。それに教室でバラ加えないでよね。ねえ今度の日曜ってさあ習い事よ。また今度ね。パーフェクトな僕が怖いの子猫ちゃん。上司のジェラシーなら仕方ないのさ。その根拠のない自信ちょっとだけ羨ましいわ。もう行くこれは幼馴染のさえない子羊ちゃん。彼女は僕とおしゃべり中だぜ。これじゃダメだもうヘタレなんて呼ばせない。会長この手紙読んでください。あその絹のような髪が風になびくたび僕の鼓動は高鳴り。うならら文在はなかなかだな。だけど彼女は僕を選ぶなあ。そうだ呆れた二人ね。返事はさあどうでしょう。だけど一つ思ってることはね。こんなバカみたいな日々がずっとずっといつまでも続けばいいな。